芋井は長野市中北部の地区。本校ではかつておおむね同地域に所在した、上見の地群芋井村についても述べる。長野市の最高峰飯ナ山を頂点に、南へ向かって線上に傾斜し、山岳、高原、渓谷と変化に富む地形をしている。北部は飯ナ高原の高原地帯で故障が点在し、スキー場やゴルフ場が開かれ観光開発が進んでいる。 南部は、傾斜地であるが、田畑が古くから開かれて集落が点在している。飯綱高原の大座奉置池西北に位置する上ヶ谷、遺跡は、旧石器時代終末期の遺跡であり、古くから人の住する地域であった。古代は、上見の地群芋居里に属したと伝えられる。また、広瀬荘に属し、平安時代末期の1146年に、 ストック上皇五眼の聖マサル寺に寄進され、後に、後白河法王、中世には、落合氏が領した。1578年の、下諏訪旗宮津大英朝によると、広瀬僧には、入山の里、上野の里、広瀬の里、上屋の里、北南の里、桜の里、たたよ号、吉沢、新海が属していると記されている。広瀬僧には、桜氏、 上野市、たたら市、立岩市、落合市など、葛山州と呼ばれた武士集団がおり、落合市がその中心であった。近世初めまでにに、たたら村、桜村、入山村、泉平村、新安村、広瀬村、植谷村が成立し、松代藩に属していたが、1604年に新安村のうち百国が、飯島神社領に寄進されて、 松代半寮新安村と飯名神社寮、荒安村に分離する。上記七家村から、新安村を除きもすげ村を含めた、この七家村を桂山七家村、または幅下七家村と称した。尾根や山沢に分断された三村であり、上ヶ谷村は平組、京田組、荒井組、広瀬村は神祖、元組、乳山村は、影山組、犬飼組、清水組に分かれ、 日田開発が進むにつれ枝村も成立した。1876年、タタラ村、桜村、泉平村、高安村、新安村が合併して富田村となったが、民情が異なり利益が反するためとして、タタラ村、桜村、泉平村が分離した。荒安村、新安村は、教会が作装しているため富田村のままとされた。 1889年、町村制の施行に伴い、多多良村、桜村、入山村、泉平村、新安村、広瀬村、上ヶ谷村は合併して、芋井村となった。村名は、芋井の地名は近年まで、東南中村の合名として、最も著名かつ歴史上明らかとして、芋井が取られた。1954年4月1日に、 芋井村が長野市に編入され、同日芋井村は廃止された。戦後は、飯綱高原が長野市近郊の行落地として賑わった。1956年に一帯が、上信越高原国立公園に指定され、2015年に分離して2020年現在明光、都学士連山国立公園。1964年に都学士バードラインが開通するとともに、 イーズナ高原の観光開発が進み、イーズナ高原スキー場やゴルフ場が開かれた。ありがとうございます。